キャリントン男爵キャリントン家の紋章のエスカッシャン。部分キャリントン男爵は、イギリスの男爵位。2回創設されており、第1期のキャリントン男爵は、イングランド貴族。第2期の2つのキャリントン男爵は、それぞれグレートブルテン貴族と、アイルランド貴族である。第3代キャリントン男爵ロバート・ウィン・キャリントン1643年10月31日に、チャールズ・スミスに、 アイルランド貴族爵位、プロヴィンス・オブ・コノートにおけるワーホードのキャリントン子爵と、共に、イングランド貴族爵位、カウンティ・オブ・ウォーリックにおける、ウォー・トンのキャリントン男爵が与えられたのが、キャリントン男爵くらいの最初の創設である。しかしこの爵位は三大キャリントン子爵、キャリントン男爵チャールズが後継ぎなく1706年5月11日に死去したことで消滅した。 第2期は1796年7月16日に、庶民院議員ロバート・スミスが、アイルランド貴族爵位、ブルコット・ロッジのキャリントン男爵、1797年10月20日に、グレート・ブリテン貴族爵位、カウンティ・オブ・ノッティンガムにおける、アプトンのキャリントン男爵に除されたのに始まる。その息子で、第2代キャリントン男爵位を継承したロバートは、直居を得て、 生をスミスから借位と同じキャリントンへ変更した。その息子で、第三代キャリントン男借位を継承した、ロバート・ウィン・キャリントンは自由党の政治家として、ニューサウスウェールズ州総督や閣僚職を務め、1895年7月には、連合王国貴族、カウンティ・オブ・バッキンガムにおける、チェッピング・ウィカムのエンドーバー死者と連合王国貴族、キャリントン伯爵に助され、 ついで1912年2月には、連合王国貴族、リンカンシャー公爵に除されたが、一人息子に先立たれたため、これらの爵位は、後継ぎなく消滅した。二つのキャリントン男爵位のみ、弟、ルパート・キャリントンに継承された。第六代キャリントン男爵ピーター・キャリントンその孫で、ある、第六代キャリントン男爵ピーター・キャリントンは、保守党の政治家として、 閣僚職を務め、サッチャー内閣では外務英連邦大臣を務めた。世襲貴族で最後の外務大臣就任者であった。現在の当主はその息子である七大キャリントン男爵、ルパート・キャリントンである。現当主ルパート・キャリントンは以下の爵位を保有している。キャリントン男爵キャリントン家系図。ありがとうございます。